皆さんこんにちは、こんばんはるです。今回なんですけども、Android 端末の、プリインストールアプリですね。つまり、アンインストールできないアプリを、無効化することによって、バックグラウンドで、動くアプリを減らして、スマホゲームやスマホの操作を快適にしていくという、基本的なことをやっていきたいと思います。これは、まあ、かなり基本的なことなので、ほとんどの人が、やってる人が多いと思うんですけど、まあ、そういう人は、まあ、見なくても大丈夫な動画になります。まだやってない人がいたら、ぜひ、この設定をして、スマホを快適にして、ゲームなどをサクサク動かしてプレイしてみてください。それではやっていきたいと思います。まず設定に入ります。そして、とりあえず2つのスマホでですね、Android のバージョンが違う2つのスマホでですね、やっていきたいと思います。こちらのスマホは Android バージョンがまあ大体 5.11 ですね。Android バージョンが5ぐらいの、画面ですね。設定画面になります。こちらでまずアプリに入ります。アプリに入ったら、まあこんな感じでダウンロード済みとか、で、私の場合は SD カードに移しているアプリもたくさんあります。SD カードに移す方法や、その動画で上げているので、それもよかったら見てください。でですね、プリインストールされているアプリっていうのは、スマホに初めから入っているアプリで、消そうとしても消せないアプリのことです。で、そのアプリが勝手にバックグラウンドで動くので、重くなってしまうということなんですけども、私の場合はこんな感じですね。まあ、ハングアウトとかも無効にしてます。これを一回戻して、ちょっとやってみましょう。まあ、ダウンロード済みとか、左にこう動かしていくと、今実行中のアプリとか、全部見えるので、すべてにして、探していきます。で、まあ、とりあえず何個かを戻してですね、わかりやすく説明していきたいと思います。こんな感じになりました。すべてのアプリを選んだら、探していきます。何を探すかというと、無効に、消せないアプリで無効にするアプリというものを探します。これですね。私の場合はこの Google のドライブ、Google ドライブ 104MB。これですね。こちらの方はアンインストールができません。プリインストールアプリになります。スマホを購入して、初めから入ってるアプリです。初めから入っていて、削除することができないアプリのことをプリインストールアプリと言います。こちらの方は削除できないので、とりあえず、キャッシュとデータを消去、キャッシュを消去というのを2つやってから無効にします。で、通知を表示というものもチェックを外しててもいいと思います。これらが終わったら無効にするを押します。で、内蔵アプリを無効にすると他のアプリが正常に動作しなくなることがありますと、ありますが、ドライブはストレージなので問題ないので OK を押します。すると、今度はボタンが有効にするというボタンに変わってます。変わったということは、無効にしたこのアプリの中にドライブというものが入ってきてます。これで、このドライブというアプリが無効化されて、バックグラウンドで動くことがなくなったので、その分動作が快適になるということになります。その次にまた、すべてという項目ですね。すべてのアプリを表示するというところに行って、今度はハングアウトですね。これもメール関係のアプリで、私は他のアプリを使っているので、こちらもキャッシュを消去、データを消去をした後に、通知をしないチェックを外して、無効ボタンを押して、ハングアウトというアプリを無効化します。するとまた無効の項目にハングアウトが来ています。これをどんどん繰り返していって、私の場合は、メールも他のアプリを使ってます。フォトもギャラリーというアプリを使っているので無効にしてます。そして、Chrome、Google Chrome も使っていないので、私は Via という別のブラウザを使っているので無効にします。その他、Google Play Movie、Google Play Music、Google アプリ、Google の連絡先の同期など必要ないので無効にしています。
で、次にお話ししたいのが、まあ、注意点ですね。消してはいけないアプリですね。基本的にはこの、Android のロゴですね、ドロイドくんの絵が出ているキー、今の画面で言うとキーチェーンとかシェルとか、あとシステム関係のこのシステムアップデート、システムリソースパッケージ、システム UI、 このようなね、ストレージの設定とか、このようなもうあからさまにスマホの動作に影響がありそうなものは、無効にしないでください。それさえ気をつければスマホがサクサク動くような、プリインストールアプリの無効化をして、スマホがサクサク動くような、結果になると思います。なのでセットアップウィザードやダウンロード、タスクマネージャー、トータルランチャーも私は使っているので、まあ、このトーチとかは、まあ、電灯ですよね、ライトは必要なので、あとこのドロイドくんのマーク、ドキュメントとかパッケージアクセス支援ツールなどはもちろん、スマホ操作に影響してくるので無効にはしません。こういった感じで、このドロイドくんの絵が描かれている、アプリや電話関係ですねは使用するので、その辺を避けて、これもですね、 Android システムウェブビュー、この設定ボタンの絵が描かれているアプリとか、 Android システム、 Android キーボードとかはもちろん、Android 端末を動かしている、アプリになるので消さないでください。この辺も全部ダメです。消してはいけません。まあ簡単ですよね。とりあえずわからないものは消さないっていう感じでやっていって、 Facebook とかこんな感じで自分で、いらないと思うわかるものを無効化していけばいいと思います。こんな感じかな。あと、あの目で認証が私はいらない、これだ、これを同じように無効化します。こんな感じです。これもプリインストールアプリで削除することができません。アンインストールすることができないので無効化してスマホをその分軽くするということです。こんな感じです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 通常と比べて10個のアプリを無効化して、10個のアプリがバックグラウンドで動いていた分、動かなくなったのでスマホが快適になるということです。こんな感じで皆さんもやってみてください。念のためにですね、別のバージョンのスマホで、やってみたいと思います。次に別の端末で行うこちらのバージョンがですね、Android バージョンが9ということになってます。こちらの場合は、この設定画面に入ると先ほどとはちょっと変わってます。バージョンによって表示が変わります。こちらの場合はアプリと通知ですねに入って、53個のアプリをすべて表示というものを押して、このすべてのアプリの横にこういうふうに項目ができるので、すべてのアプリで削除できないものを無効化するということです。この端末では私はこのような感じで Google ドライブ、 Chrome、 あと Google ですね、で Google Play Music、 Google Play Movie などを無効にしています。試しにドライブを戻してやってみたいと思います。このような感じで53個のアプリをすべて表示を押して、すべてのアプリを選んだら、必要のないものを、このフォトも私は使用していないので、無効にします。でこちらの場合は、先ほどと違うバージョンで、無効にするだけを押して終わりです。こんな感じです。フォトが今無効になりました。そしてそのまま探していって、さらに必要のないものを無効化していきます。ワンプラスランチャーとかは、この私が使っているこのスマホのメーカーの独自のアプリになるので、これも残しておきます。ドコモとかだと、Dメニューとかのアプリを使用しない人は、無効にしてもいいと思います。これでドライブがいらないので無効にします。しました。
こんな感じで再び一番上のすべてのアプリの横の三角を押して、無効になっているアプリを選んで確認してみます。こんな感じですね。6個のアプリが無効化されていて、バックグラウンドで動かなくなるので、この6個分の動きが快適になるということです。ということで今回は、プリインストールアプリを無効化して、スマホ操作やスマホゲームを快適にする設定という動画になります。わからないことがあったら、コメント欄などで質問してください。ご視聴ありがとうございました。